2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているよね。とはいえ世界の海軍に目を移せば多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われているよな。そうだね。さて今回は原子力推進を機関とする航空母艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めているんだ。そもそも原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ90隻、ジェラルド・アール・フォード級を1隻、後者がシャルル・ド・ゴールと合計でも12隻しかないぜ。しかしアメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態ってわけだ。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計建造燃料交換が可能な唯一の造船企業なんだ。エンタープライズはアメリカ海軍のそして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっているよ。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2 ダブル加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも多額の費用が必要となってくるんだ。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを実際に記念艦として復元し、保存することの意義については意見が分かれている感もあり、実際に最終的な措置がどのように推移するのかの決定には未だしばらく時間を要すだろうね。ちなみにエンタープライズという艦名はアメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・アール・フォード級の3番艦として2022年4月に寄港されたものにすでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みだぜ。そして今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していくらしい。ニミッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われるな。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なく見積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵するようだぜ。さて続いての原子力潜水艦であるがこちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6か国が保有運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっているんだ。こうした中で西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるんだけど、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近なんだよね。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があったんだ。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3か国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、
オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されているみたい。その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるんだけど、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されているよ。すなわちオーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に経由して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだな。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているんだと思うぜ。さてそんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表したよ。今回のこの両社の契約の目的はアメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されているんだ。前述したようにアメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だね。こうしてアメリアとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも、協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろうな。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていた、シフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を保護にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうかと予想されるぜ。さてイギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられているね。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアだよ。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして1番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの経由保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け燃料と放射性物質の除去を実施するみたい。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べているな。イギリス海軍はスウィフトシュア級より以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻も全て経由保管しており、今回のスウィフトシュアは予定では2026年内に解体を終えるとしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。